外立かく乱、大道外立、かく乱大道は、台湾台北市中西区に位置する全長400メートル、両側10車線の道路で、台湾総東府と台北府上東門との間を結ぶ。新時代の東門街であり、日本統治時代には、多くの日本の都市の道路のように七しの通りであったが、文部町に属していた。外立、かく乱大道の名は、かつて、 台北近辺に居住していた先住民族、外たち、格乱族に由来する。もともとは、海樹寺という名前だったが、沈水編が台北市長人気中に改名した。この改名は、沈水編が台湾原住民を尊重する姿勢を具体的に示したものと評価されている。後年、台湾独立運動が盛り上がるようになると、広島緑連盟が、 台湾マサナ運動の講師として、ガイたち、格乱大道解明を評価する一方で、ヒロシラン連盟は、台湾の本土化を助長する動きであると批判的に捉えた。このためガイたち、格乱大道は、広島緑、広市愛両勢力ともに、重要な政治的意義を持つ道路として位置づけており、しばしばデモ活動の舞台になっている。この動きは、沈水編が相当になって、 以降さらに顕著となり、特に2004年の台湾総統選挙では選挙結果に行き通った広知覧連盟支持者が、外立、格乱大道において一週間にわたる抗議デモを行った。外立、格乱大道の旧称である海樹寺の、海樹とは、小海石の長寿を記念するという意味を持つ。海樹寺という名は、台湾が中華民国に接収され、旧台湾総督府が、 海樹館と改められたのに伴って名付けられた。台湾が海原霊下にあった時は、海樹寺を市民が通る時は頭を下げて通ることを義務付けられ、また自転車やバイクの通行も禁止されていた。しかし、沈水編が海樹寺を外立ち、格乱大道に改めた際にそうした規制は廃止された。なお、地方では未だに、 多くの怪獣児が存在するが、頭を下げて通る義務などは現存しない。住所表記としての外立ち、かくらんだいどには三棟の建築物と公園のみ、存在する。怪獣児に関するカテゴリー、ありがとうございます。